新茶を富士スイミングクラブの江沢です。皆さんがクロールを泳いでいるとき、右手と左手同じように水をかけていますか？水をかけやすい手、水をかきにくい手など左右の違いはありませんか？この左右の違いは泳ぐ姿勢に影響したり、泳ぐスピードに影響する可能性があります。今回はクロールのストロークが左右で違う形になってしまう原因について話していきます。左右の関節の可動域や筋肉の量の違いなど原因はいくつかあります。その中でも特に多いなと思うのは呼吸によるものです。クロールの呼吸は横を向いて行うので肩が大きく開いています。逆に呼吸をしていない時はあまり肩が動いていない可能性があります。また呼吸をしている時の顔の向きにより体の軸が曲がってしまうかもしれません。この呼吸をしている時と呼吸をしていない時の肩の動きの差や体の軸の曲がりがストロークの形に影響します。今回紹介するのは一人でもすぐできる簡単な練習方法です。今回紹介するのはクロールの両手プルです。浮いた姿勢でキックを行います。その状態で両手同時に水をかいていきます。水をかいた後は水の中で手をゆっくり前に戻していきます。そしてまたかいていきます。これを繰り返し行っていきましょう。なんでこの練習がいいかというと、左右同時に同じ動きを行うのはやりやすいからです。左右同時に水をかくことで同じ形で水をかけるようになったり、同じ力で水をかけるようになります。最初は手の形や動きを目で見て確認しながら行っていきましょう。目で見てしっかりできるようになったら、見なくてもできるように練習をしていきます。クロールは呼吸をしていないときは手の動きを目で見ることができます。しかし呼吸をしているときは手の動きを目で見ることができません。そのため目で見なくてもいい形で書けるようにすることが大切です。練習を頑張ってください。今回の動画の内容が参考になったという方は高評価、チャンネル登録をお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。